初代ウェルズリー公爵、リチャード・コリー・ウェルズリーは、イギリスの政治家、外交官、貴族、インド総督、外務大臣、アイルランド総督などを歴任した。とりわけ、インド総督として、繁栄勢力に対する征服戦争と、反王国への支配権強化によって、インドにおける、イギリス東インド会社の派遣を確固たるものとした、ことで知られる。生誕直後に、父が、 モーニントン伯爵に助されてから彼が同爵位を相続する1781年まではウェルズリー子爵を儀礼称号として称した。1781年に第二代モーニントン伯爵位を継承し、1799年にウェルズリー公爵に除された。ナポレオン戦争の英雄として知られる初代ウェリントン公爵、アーサー・ウェルズリーは弟にあたる。 1760年6月20日、アイルランド貴族の第二代モーニントン男爵、ギャレット・ウェズリーとその妻の間の長男として、アイルランド・ミーズ県、弾丸城に生まれる。生誕時の名前は、リチャード・ウェズリー。弟に、第三代モーニントン伯爵、ウィリアム・ウェルズリー・ポール、初代ウェリントン公爵、アーサー・ウェルズリー、初代カウリー男爵、ヘンリー・ウェルズリーらがいる。 ハーロー校を退学した後、イートンカレッジを経て、オックスフォード大学、クライストチャーチに学ぶ。1780年に、トリム選挙区から選出されて、アイルランド議会の庶民院議員となる。翌1781年に、父の死によりモーニントン伯爵位を就職し、アイルランド貴族院議員に転じる。1784年には、バーオルストン選挙区から選出されて、 クレートブリテン議会の庶民委員議員となる。その直後に、ショーピット内閣の大倉卿の一人に任命されている。1789年にはウェールズリーに改正した。1793年には、イギリス東インド会社を監督する、インド庁の委員の一人となり、インド統治に関与するようになった。前インド総督の初代コーンウォリス公爵、チャールズコーンウォリスと親しくなり、 彼からインドについての知識を学んだ。1803年頃に描かれたウェルズリー公爵小ピットはコーン・ボリスをインド総督に再任させ、ウェルズリーをマドラス知事にしようと考えたが、コーン・ボリスが辞退したため、ウェルズリーがインド総督に就任することになった。1797年11月に英国を出国し、 1798年5月18日から1805年7月30日まで、インド総督として、執務を取った。またこの直前の1797年10月に、グレートブリテン貴族社位のウェルズリーダン社会を与えられ、グレートブリテン貴族院議員に転じた。彼のインド総督着任時、英国本国は、フランスと戦争中であり、 南インドマイソール王国のティプー・スルターンがフランスと同盟してイギリスの脅威となっていた。また北インドではアフガニスタンのザマーンシャーからたびたび侵入を受けていた。ウェルズリーは前任者たちの不干渉主義がインド土工の権力増大やフランス勢力の浸透を許したと感じ、積極的な英国の派遣と勢力圏の拡大に乗り出した。 ニザーム藩王国のニザームアリーハーンラとの同盟軍をマイソール王国に当たらせ、1799年の第四次マイソール戦争でティプーを滅ぼした。ティプーによって散脱されていたお出焼けを復活させ、それに英国との軍事保護条約を結ばせることで、英国支配下のマイソール藩王国を作った。また一部のマイソール王国領については、英国領に編入した。 この勝利は、英国民を喜ばせ、本国における彼の威信は高まった。1799年12月にはエルランド貴族、シャクイ・ウェルズリー公爵に助せられた。イギリス東インド会社は、戦利品の分け前として10万ポンドの贈与を、ウェルズリーに申し出たが、ウェルズリーはこれを断り、軍から送られたティプーの宝石で作った、聖パトリック希少のみ受け取っている。 軍事作戦と並行して威圧や協議によって反王国を属国化していく勢力権拡大にも努めた。この際に重要だったのは反王国と軍事保護条約を結ぶことによってイギリス中流軍の経費負担を受け入れ国に受任させることだった。これにより英軍は財政力を超える中流が可能となった。このシステムを編み出したのもウェルズリーであり、 これを最初に受け入れたのは、ニザーム反王国だった。1801年には、ティプーと内通した角で、アルコットのカルナータカ大使の領土を併合した。また同年アワード大使と、軍事保護条約を結んでアワードを反王国化させると、共に、中流費の滞納を理由に、アワードの領土の半分を併合した。 1803年から1805年にかけては、マラーター同盟勢力打倒のため、第二次マラーター戦争を起こし、インド中央部まで進出することに成功した。しかしムクンドアラ峠の戦いでのウィリアム・モンソン、大佐の敗北、初代レイク死者区、ジェラルド・レイクのバラトプル包囲戦の失敗などがあり、ウェルズリーの上昇神話が崩れる形となり、本国政府から信頼を失った。 1805年に本国に召喚され、強引な勢力権拡大の弁明を求められた。しかし彼の治世下で、インドにおけるイギリス東インド会社の支配領域は2倍に拡大した。英国勢力がインドの諸勢力の一つに過ぎなかった状況は、ウェルズリーの登場によって一変し、1818 18年までに英国勢力が全インドを制する契機となった。1807年に、 ジョージ3世から第二次ポートランド内閣への入閣を進められたが、当時議会で彼のインド政策に反対する声が大きかったので、結局辞退した。1809年にスペイン中殺イギリス特命全権大使となり、半島戦争の協議に当たった。ついで同年12月から1812年3月にかけてパーシバル内閣で外務大臣を務めたが、 半島戦争の指揮を執る弟の初代ウェリントン公爵、アーサー・ウェルズリーへの援助の少なさに対する抗議の意味から1812年3月に外務大臣を辞し、しばらく政界委員退した。1812年5月にスペンサー・パーシバル首相が暗殺された際には首相候補に名前が挙がったが実現しなかった。選挙法改正には強く反対したが、カトリック解放には 前向きだった。1821年、アイルランド総督に就任。かねてから関心を持っていた、カトリック解放運動の解決が大いに期待されたものの、実現しなかった。1830年から1833年まで、王室家政長官を務め、1833年、アイルランド総督に再任。1835年に、宮内長官となった。 1835年中に公職を辞して引退した。1842年9月26日に死去。爵位を継承できる男子は残しておらず、ウェルズリー公爵くらいと、ウェルズリー男爵位は廃絶した。モーニントン白爵位をはじめとする父から受け継いだ。爵位は、弟の初代メアリーバラ男爵ウィリアム・ウェルズリー・ポールに継承された。 1781年5月22日の父の死により以下の借位を継承した。1797年10月20日に以下の借位を新規にノブされた。1799年12月2日に以下の借位を新規にノブされた1783年、創設された聖パトリック勲章の最初の受勲者の一人となる。1793年、 グレートブリテン王国の数密古門館に劣せられた。また父と同様にフリーメイソンに加入し、トリムロッジナンバー494のマスターを経て、アイルランドグランドロッジのグランドマスターとなった。ビジェルブランの描いた最初の妻、ヒアシンス、ガブリエル・ロラン彼は20代の頃から、パレロワイヤルの女優ヒアシンス、ガブリエル・ロランと同棲していた。 彼女とは1794年11月に正式に結婚するが、それまでに生まれていた三男二女の子供たちは、諸子扱いとなり、モーニントン伯くらいとウェルズリー公くらいを告げなかった。その結果、ウェルズリー公爵の没後、ウェルズリー公爵家は断絶し、モーニントン伯爵の称号は、弟のウィリアムに譲られた。ヒアシンスとの間に生まれたアン・ウェルズリーは、エリザベスの先祖にあたる。 ヒアシンスの死後、ボルティモアの資産家の娘、マリアンヌ・パターソンと再婚するが、子供はなかった。ヒアシンスとの間に設けた子は、以下の通り。ウィキメディアコモンズには、初代ウェルズリー公爵、リチャード・ウェルズリーに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。